で、もう決勝出し切られてた人。そう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 そ
なり面白いよ。うん、あの、画面から出る情報だけを見たら、これ絶対、まあ足が映ってないから、もう足に何かされてる以外ないだろうっていうぐらい、絶叫してんだよ。うん。多分足つぼとかじゃあんななんないんだ。ドクターフットとかじゃあんななんないから、多分切断までいってるなっていう。久しぶりに見たくなったな。え、何？エボ2015アクアパッツァグランドファイナルで検索。While to go here. Yeah. But Chizuru will heal back some life. Oh. A little bit. Yeah. Oh, no! Here comes Goichi. That's... Yeah. Oh, my goodness. Oh, my God! Oh! With the comeback! And Goichi takes it. Koji, with his mind broken. Oh, he had it. He had it. And then he let Goichi come back in. Yusou, Goichi-san, omedetou gozaimasu! Good job. Zannen datta ne, Koji-san! And that is... まあね、負けたやつ足切られるっていう、そういう勝負だわ。王子の残った足も切られちゃう。運動がすげえわ。まあでも確かに、あれで勝って、あれってエボだよね。エボじゃなかったっけ？エボじゃないのか？足切り職人ってなんだよ。足切り職人ってなんだよ。エボのサイド、そうだよね。だから、なってれば、エボタイトルを取れてたのに、何価値格逃したんだっけ、わかんないけど。からのあれです。あとサバッと嫌そうだね、確かに。パッチョから下段買った方がいいの。調子明らかに良い。多分1週間前とかと見違えるぐらい調子良い。
だいぶ入ったかな。死んだ。生きた。生きた。だろうな。ゴーちゃん2足切り確定、足チョンパ確定、足チョンパ確定、いや、失礼と思ったんですけど、わあ、うん、
미호 가을 크로버. 와!